まあいいわ。皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。この動画を作成しているのは2022年の4月10日という日なんですけれども、個人的にこの4月10日という日はですね、すごく大事な日でございまして、この YouTube 上でも2019年、2020年、2021年と、3年間連続でこの4月10日という日にアップロード、動画アップロードしておりまして、まあ、今回が4本目、まあつまり5年目ってことですね。まあ何があった日なのかと申しますと、私滝沢克成がめちゃめちゃお世話になった方が、亡くなった日、まあつまり命日ということなんですよね。でその方をね、その忍んでってわけではございませんけれども、まあ、毎年毎年動画をアップロードしておりまして、まあ今日が早くも4回目、まあつまりその方が亡くなってから5年目ということになるんですけども、今年もそんな季節がやってきたななんて感じがします。どういう方かと、私がどうお世話になったかと申しますと、本当ね、そのギターの先生、ギターレッスン、ギター講師、もうそういうギターを教えるっていう仕事を始めることになった直接のきっかけの人です。その方が、私の地元相模原市橋本という場所にですね、楽器屋さんをオープンするわけなんですよ。でその楽器屋さんをオープンした時に、その方がですね、この仲良くさせてもらってたんで、まあとある時僕にこう言ったわけです。そういえば滝沢さ、ちょっと新しく楽器屋さん出した後にギター教室やろうと思うんだけども、滝沢ちょっとそこでギターの先生とかやってみない？なんて、言ってくださったのが、まあ僕がギターを教えるっていう、なんかこうね、スキルを磨くというか経験を積む直接のきっかけでございます。まあ最初の頃はね、全然そのアフタービートという楽器屋さんもね、そんなにこうね、大繁盛ってわけじゃないので、ね、ギター教室とかも全然人が少なくて、僕も一応レッスンはしてるけれども、本当ね、最初はもう5年間ぐらいは、なんか生徒さんがね、その1人、2人、3人、4人、5人みたいな感じで、本当も細々ってやってて、全然ね、そのお金にならないというか、まあ、そんな感じの活動をしたわけなんですけれども、で、そういうのをね、通して、まあ、とある時に僕がですね、まあ、YouTube にギターレッスン動画みたいなのを、まあ、集客目的で、このアップロードしたら、そのアフタービートを抜きにして、もう動画自体がこうバーンと、跳ねて、まあ、ありがたいことにですね、その教室の方でも大繁盛、YouTube の方でも大繁盛みたいな感じになったんですけども、まあ、本当に大活躍をしましたよ。大活躍を。大活躍をつって。ね、YouTube の動画がこうバーッと人気出るじゃないですか。で、そうするとね、やっぱこのアフタービートの方に問い合わせが来るんですよ。トゥルルトゥルルって。すいません、YouTube の動画見て電話させてもらったんですけども、この滝沢先生っていう方にレッスン習いたいんですけど、みたいな感じで、まあ、たくさんお問い合わせいただくんですよね。で、それでこう、なりがたいことに、こう、僕はもうね、レッスンで結構お忙しいみたいな感じなんですけども、まあ、いよいよもうこの滝沢がもうね、本当にもう11時から、昼の前の11時から夜の10時まで、もうね、もう30分一コマあったんですけども、ずっと30分つって、ほんとね、もう30分の休憩がね、一コマもないっていうね、ほんともうひたすらこうね、喋りっぱなし、教えっぱなしみたいな、教室にこもりっぱなしみたいなのが、出てきちゃうぐらいに、もうすごいこう、うわーって感じだったんですよ。信じられないですよね。労働基準法とはみたいなね。まあまあそこら辺はその、委託業務だからしょうがないんですけども。でもそんな感じでこのやってるとさ、もうどうしようもないからね、トゥルトゥル、滝沢先生にならないんですけども、ごめんなさい、滝沢は今満席でございまして、枠が空いてなくてちょっとキャンセル待ちになっちゃってみたいな感じになっちゃってたから、もうどうしようもねえちゅうんで、まあ僕以外にまあ2人のまた別のギターの先生をこうね立てるんだけども、もうね、もうそのギターの2人の先生も結構忙しくなっちゃってね、トゥルトゥルつって、トゥルルス、あ、YouTube では、YouTube 見て電話したんですけども、滝沢先生になりたいんですけど、あ、ごめんなさい、滝沢今枠がいっぱいで、代わりになんとかっていう先生と、なんとかっていう先生がいるんですけども、あ、じゃあその先生でお願いします、みたいな感じで、その僕から、この溢れてきたこの二人の先生も、そのね、もうめちゃくちゃ大忙しいみたいな。なんかそんな感じになってですね。まあありがたいことに、そのギター教室、ギターレッスンってものがですね、まあそういうこの繁盛をするっていう、まあそういう流れがあったわけなんですよ。懐かしい話ですね。もうかれこれぴったり10年前ぐらいかもしれませんね。28とか27とか、多分そのくらいの時期が一番、ギターレッスンが枠パンパンで大変な頃だったかと、思います。まあそんな感じのね、ことがあって、まあ、結局その僕はそのアフタービートというかキャストを辞めちゃうんですけども、まあそんな感じのね、お世話になった方がいらっしゃって、で去年は僕が
その方と出会った時の年齢は、まあ、僕は特に越しているので、ね、一応年齢ってさ、ほら、生きてればさ、どんどんこう同時に更新していくじゃないですか。でもその方はね、出会った頃よりも僕は今年上になりましたけども、まあ、ちょっと亡くなった年にはまだまだ遠いところではあるんですけども、でもそこに近づくにつれてね、気づくことたくさんあるので、去年はなんかそういう気づきについていろいろとベラベラとお話をさせていただきましたが、そうですね。なんか、どっちかっていうと、この4月、去年の4月10日から今年の4月10日までのこの1年間の私の総評みたいな話になってしまうんですけれども。なんか今年はですね、なんかこの音楽っていうものになんかちゃんと向き合うというか、なんかそんな感じの1年だったなぁなんて思うんですよね。なんかこう、まあ、平たく言うとね、めちゃめちゃ練習した。すごく練習しました。いろんな練習をしました。もう楽器に触ってる時間がめちゃめちゃ長かったし、なんかこの演奏するとは何なのか、音楽とは何なのか、ね、ライブとは何なのか、お客さんとは何なのか、なんか自分ができることは何なのかみたいなことを結構今までも考えてましたけども、今年1年はさらにその濃密になんか考えられたような気がしますね。だからあの時、その方がまだ生きてらっしゃって、僕がこのライブとかちょこちょこやったりとかしてましたけども、あの頃のその僕の音楽感ってすごいこの浅いというか薄いというか、まあその方はね、その僕のことをね、いや滝沢ギターが上手だからみたいな感じで評価してくださってましたけども、なんかこうね、ギターは上手だけれども、アーティスト感がないっていう風に、まあ思ってらっしゃったと思いますし、僕もなかったんですよ、当時は全然。まあ平たく言うと、ギターたくさん上手に弾きます。けれども、じゃあそのギターのスキルを使って、なんかね、2時間のワンマンライブやってくださいみたいな感じだった時に、なかなかこうね、そのパフォーマンス、ギターは弾けるんだけども、パフォーマンスとかね、MC とかライブの運びとか、エンターテイメントってものをあんまり考えてないし、分かってないから、ギターは弾けるけども、そういうね、ワンマンライブをボンとやってくださいってなった時に、いやー、って感じよね。で、その時の僕は調子乗ってるからさ、いや、もう僕ならできますよ、みたいな感じで、そういうカスみたいな、2時間のライブとか何回かやったことあるんですけども、本当に今考えれば、もう、ライブをしてしまった、お客さんごめんなさい、みたいなこともたくさんあるんだけれども、でもね、その当時は私はそういうエンターテイメントの重要性みたいなの気づいてなかったからさ、なかなか、そういうところのステージに行けなかったんだけども。でもその方はね、普通にこのメジャーデビューのね、そのバンド経験者ですから、やっぱそういうの気づいてたと思うし、なんか思うこともたくさんあったと思うんですよね。滝沢ギターが上手だけども、まあ直接こんな言葉で言われたいけどね、滝沢ギターが上手だけども、まだエンターテインメント性がなとかね、そんな風に多分思ってらっしゃったと思うんですよ。けれどもね、その方が亡くなって、まあこの5年間の間に、まあ私自身もですね、まあ音源をたくさん作って、たくさんライブもやって、配信とかもやって、もうむちゃむちゃに練習をして、あの頃はどっちかっていうとそのギターレッスンが僕の生活の主軸だったので、やっぱりこう、いわゆる言葉で言うと、そのアーティスト的な、そのエンターテイメントとは何かっていうのを考えるきっかけとか時間とか、練習するきっかけとかはなかったんですよね。けれど、その楽器屋さんを辞めて、もうギターレッスンとかはもう俺はやりたくねえというか、もっと減らしてえと。なんか俺はもっとギタリストとしてやりてえなみたいな感じで、まあその辞めたわけなんですけれども。で、そのね、この5年間の間にですね、まあそのギターとは何か、音楽とは何かってことをですね、もうすごい前よりももっと濃密に、考えることができて、で、今年1年は特に考える時間が豊富にあって、練習する時間が豊富にあって、なんかもっともっと、自分で言うのなんだけども、なんか音楽家として、なんか魅力的になったんじゃないかな、なんて思います。これは別にその僕が才能があるとか天才だとかそういうわけじゃなくて、単純にそういうふうに時間を使ってきた1年だったっていう、そんだけの事実なんですけれども。だから今ね、その方にちょっとこの会ってみたいなっていうふうになんか思いますね。何回か僕がギター弾いたりとか、なんかこのバンドやったりとか、歌ったりとかしている、そのライブの現場とかにですね、まあ、来てくださったことはあるんですけれども、まあ、なんだろうな。正直なんかこうエンターテインメントとしてかなりイマイチなところたくさんあったと思うんですよ。けど今、なんだろうな。自信を持ってちゃんとライブができるというか、ちゃんと演奏ができるというか、だからその方がね、もし、ちょっと一日、ぷるっと、この世に戻ってきてくださって、
ね、ちょっとこの30分ぐらいとかでもね、時間いただけたらならば、なんかね、おかげさまでこんだけ、ね、ギター上手になって、ギターを弾くことができて、で、こう、ね、アーティスト活動とかもできてますね、みたいな感じですね。ちょっとなんかこの僕の今のこの姿を、なんか見てほしいな、なんていうふうに、思う2022年の4月10日な感じでございます。だからね、まあこれからね、僕はまだね、しばらくね、あの、年を重ねてね、こう、わーっと成長していくと思うんですけれども、だもしね、その天国というものがあるならば、あの世というものがあるならば、いやーね、その時はもうドヤ顔で、なんかこうね、いや、こんだけなんか勉強して、こんだけ練習してきましたよ、どうすか、へーみたいな感じですね、なんか胸を張って会えると思うんですけれども。なんかそんな今年1年だったなぁ、なんていう感じです。去年は何だっけかな、なんか、大送りとかそういう話をしたのかな。なんか、若い方々に恵まれて、なんか、いろんなことをしてみたいな。まあ、そういったね、そのプロダクション活動。まあ、単純に今、その、滝沢プロダクションっていう形にして、まあ、今日もこれから、あの、レコーディングだったりとかするんですけれども、その所属のシンガーソングライターのこの。だからね、もう、YouTube の動画とかね、もう、ぶっちゃけやってる時間はね、もうない。本当にね、あの、YouTube の動画、今年は更新しますなんて1月1日に、生きって言ってましたけどね、全然無理。全然無理。普通にそんな時間はね、全くない。マジで。全然無理。全然無理です。今日今、この時間もね、本当はちょっといろいろやらなきゃいけないことはたくさんあるんですけども、あの、確定申告まだ終わってないとかさ、そういうのはあるんだけども、ね、ちょっとその中でも無理くり時間を作って動画を撮ってるぐらいのもうね、ギリギリを、生きてる感じなんですけれども、まあそんな感じの1年でございましたね。5年前の4月10日は、ちょっと遅い桜が満開になってまして、ね、葬儀場の方に、こうね、アフタービートのスタッフの面々とこう車でこう乗り合わせてバーッと向かってるんですよ。でね、そこら辺にその小山公園っていうのがあるんですけども、あの南橋本じゃねえや、あの、アリオがあるあたりは、あれ、橋本2丁目になるのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、小山っていうところがあって、そこの公園のですね、桜がですね、まあ、4月10日、結構遅咲きではあるんですけどね、まあ、めちゃめちゃ満開だったことを、なんか、今すごく覚えてますね。5年後の今日、4月10日は、ちょっとまあ散り始めてね、もう 3割ぐらいはもう葉桜って感じですけども。まあ今年も着々と時が流れてるなぁ、なんていう話でございます。滝沢克典、まだ38歳ですけども、これからどんな成長ができるのか、まあ自分自身でも楽しみでございます。来年の今頃もね、何してるかちょっとわかんないけども、まあその方にですね、まあ胸を張って、こっち元気してるよと、私は幸せに暮らしてるよと、楽しく今日も音楽してるよっていうふうに言えるような、また人生を歩んでいきたいなって思うところでございます。そんな塩梅でございました。はい。何の動画かわかりませんけれども、まあ健康が一番ってことで、お互いに、ね、最近のあの例の流行り病とか、怪我とか事故とか気をつけて共に過ごしていきましょう。そんな感じの以上、現場からのリポートでございました。ありがとうございます。またどこかでお会いいたしましょう。ありがとうございました。何の動画だったのかわかんないけど、まあいいかじゃあね終了。